はい、ご視聴ありがとうございます。第一章、私の主は今度堺様の御馬脇に出世したそうですよ。熱い大きな唇が素晴らしく早く動いて、調子の狂った楽器のようなひどく枯れた声が止めどもなくほとばしり出た。御馬脇といえば武士なら本陣の旗本ですからね。足軽としてはこれより名誉なことはありませんよ。何しろ堺様から直にお声をかけていただけるんですから、この刀を取れとか靴を持てとか、そういったようにね。それからまた渋滞を下がらせろなんという命令を伝えにも行きます。そういう時は堺様のお口真似だから、渋滞のお旗頭に向かっても渋滞下がれと怒鳴りつけるんですよ。舞台下がれ。普段ならそんな口を聞けばそれこそおとがめものでしょう。けれどもお口真似なんだから誰も何とも言うわけにはいかないんですとさ。だってそういう軍令は使い番という役があって、おそばの武士が務めるのだと聞いていますよ。これもなかなか負けていない気質らしい。前の女をしのぐ絶望でやり込めにかかった。黒獅子藩の布に使いと書いた刺し物を持つのが徳川様お旗本の使い番の決まりです。その他の者がどうしたって軍令を伝えることはできません。それはもう確かなことですよ。それはご本人のことでしょう。さっきの女は平然とやり返した。ご本人はその通りですよ。それは私も知っていますさ。けれどもお帰家の大将方の陣にはお使い番なんかありません。そんな役はあるものですか。大将がみんなでそんなことをしたら、戦場がお使い番だらけでごちゃごちゃになってしまうじゃありませんか。そんなことは決してありませんよ。遠富の国浜松城の外ぐるわに、お縄小屋といって軍用の縄やむしろを作る仕事場がある。板敷きの打ち広げた建物で、今しも老若四五十人の女たちがわらくずにまみれて仕事をしていた。彼女たちはお手の物と言われて徳川家康に直属する軍兵の家族だった。同じ足軽でも諸将に属する者とお手の物では格が違い、彼らは廓内の長屋に住んで武具の手入れをしたり、軍用の造具を作ったり、また戦時には護送される将兵の世話をするとか、糧末の補給を助けるなど、いろいろの役割の中心になって働くのである。その時徳川家康は織田信長の軍と合体して三河の国長篠城を攻めていた。つまり浜松は留守城である。父を、夫を、子を、兄弟を、彼女たちは皆それぞれ戦場に送っている。仕事をしながらの話も自然合戦のことか、戦場にある夫や兄弟の自慢などが多い。そして身分の軽いだけ言うことに遠慮がなく、自慢するにも威張るにも思う通りズバズバというので、賑やかなことも一層だ。一番騒がしい女房たちとは別に、年頃の娘だけ十人ばかり集まる仲間があった。ここでもむしろを編みながら、女房たちほど打ちつけにではないが、いいなずけのこと、兄弟のこと、父のことなど、つつましさの中に娘らしい憧れや夢を交えて語り合っていた。秋津はその仲間の端の方でいつも黙って仕事をしている三人の娘の一人だった。この三人は性質の極めて温順な上に、境遇や身の上のよく似た娘たちで、17歳になる花代はつい先頃母に死なれていたし、18歳の新は小さい手前が多く非常に貧しい暮らしをしている。
そして秋津自身はみなしごであった。母には幼い頃に死別し、父は4年前、秋津が16の年に病気で亡くなった。亡くなる前に、たとえ足軽でも侍の端くれだ、戦場で討ち死にをするなら本望だが、病気で死ぬとはいかにも口惜しい、せめてお前が男だったら俺の代わりにご奉公をしてもらうのだが、そう言って涙をこぼしたことを秋津は今でも忘れることができない。父に死なれてからは、遠縁にあたる太田助七郎という、やはりお手の者を務める足軽の家に引き取られて育った。もう19にもなり、器量も悪くはないのだが、そういう身の上なので縁談も遠く、こうして人中へ出ても自分から肩をすぼめるような感じで、いつもひっそりといるかいないかわからないような娘だった。この3人だけは人々の雑談にも加わらず、黙って仕事をしているのが例だったけれど、その日は花代と信徒が妙にウキウキした様子で、低い声ながらしきりにささやき合ったり、肩をすくめて忍び笑いをしたりしていた。それが本当ならお祝いをしなくてはね。信がそう言って秋津に振り返った。ねえ秋津様、花代様のお兄上が今度足軽小頭にご出世をなすったのです。三河から昨日お便りがあったのだそうですよ。まあそれはそれはおめでとうございますこと。あら、お祝いをしなければならないのは神様ですよ。花代は急いで言いかぶせた。神様はね、秋津様、今度沢倉孫兵衛様とご縁談がまとまったのですと私母から聞きましたの。第2章。あら、いけませんわ花代様。真はパッと赤くなった。お祝いなんてまるで違います。沢倉様は今三河のお戦にいらしているのですもの。縁談が決まったにしても、めでたくご開示なさるかどうか分かりませんし、私喜んでいただくような気持ちではございませんわ。そんなことおっしゃって、ではもし討ち死にでもなすったら、縁談はおやめになさるおつもりですの？いいえ、とんでもない。真はきっと表を上げた。縁談が決まったからは、私もう沢倉の嫁ですわ。もし討ち死にを遊ばすようでしたら、私すぐ沢倉家へ参ります。そして一生そこで、姑に仕えて暮らしますわ。それではもう、お嫁入り遊ばしたも同じではございませんか。やっぱりお祝い申し上げるのが本当ですわ。ねえ秋津様、祝っていただくのはともかくと、真は浮き立つ気持ちを抑えるように大層しんみりとした調子で言った。あなたのお兄上も沢倉様も今三河の国で一緒に戦っておいでなさるのね。今ここにいる方たち、みんなの父や兄弟やお子たちが矢玉を浴びて命を的に戦っておいでなさる。私そう考えると、本当に自分が今こそ生きているように思えますの。私の夫になる方は今お馬先で戦っています。そういうことのできる幸せを身にしみて感じますわ。私にもその気持ちはよくわかりますわ。秋津が打ち返すように言った。私も今同じように考えているところですの。本当にそう思えることは幸せですのね。どうしてそんな言い方をしたのか、自分でもまるでわからなかった。これまで愛にて恵まれない境遇にいた三人のうち、二人がそのように幸福に温められている。それに対する妬み心だろうか。自分一人取り残されたくないという強がりだろうか。確かにその二つの気持ちもあった。けれど、夫になる方が今、御馬先で戦っている。
それを思うと今こそ生きがいを感ずる。そういった真の言葉が最も強く空き壺を打ったのである。亡き父が臨終に言った。たとえ足軽でも戦場で討ち死にができれば本望だ。病気で死ぬとはいかにも口惜しい。お前が男であってくれたら俺の代わりにご奉公をしてもらうのだが。遺言とも言うべきその一言が真の言葉と一緒に秋津の心を激しく打ったのだ。いいえ、私だって。そういう気持ちがこみ上げてきて、深い考えもなく思わぬことを口にしてしまった。全く思わぬことだったのである。言ってしまってからいけないと口を塞ぎたい気持ちだったが、真と花代がすぐに声を上げた。まあ、それは秋津様、あなたにもそういう方がおありでしたの。まあひどい方、私たちにまで内緒にしていらっしゃるなんてあんまりですわ。花代は向きになって膝を寄せた。そうわかったら伺わずにはおけません。おっしゃいますよ。あちらの方はどなたですの。そうよ、ぜひ伺わせていただかなくては、と真も覗き込んだ。もうお隠しになってもいけません。あちらの方は何とおっしゃいますの。誰にも申しませんから伺わせてね。でも、と言いながら秋津は身が震えた。何も言うな、黙っていよう。懸命にそう自分を抑えたが、どうしようもない力に引きずられる感じで震えながら、本当にあなた方だけですのよ、と言ってしまった。大丈夫ですよ、決して人には申しませんわ。ですから聞かせてくださいまし。それはどなたですの。吉村大三郎様ですの。まあ、吉村の大様。花代がびっくりしたように目を見張った。あの暴れ者の大三郎様ですの。まあ花代様、失礼な。真は軽くにらみながら、ぶしつけなことをおっしゃるものではありませんよ。それはお酒も上がるし暴れ者という評判ですけれど、大様はお先手の足軽小頭で、ご新品もあの通りお立派ではありませんか。秋津様とはきっとお似合いの夫婦におなりですよ。私だってそれはそう信じますわ。ただあの方はその他にも女嫌いだなんて噂もありましたでしょう。それで思いがけなかっただけですわ。おめでとう秋津様。ありがとう。秋津はおろおろした声で辛くもそう答えた。でもどうぞ内緒にね。打ち明けて申し上げると、大三郎様がそう約束してくださっただけで、まだ表向きにはなっていないのですから、本当にお二人だけの内緒にしてくださいましね。ね、大丈夫、決して人には言わない。そういう二人の誓いを聞きながら、秋津はなお体が震えるのを止めかねていた。第三章。吉村大三郎の名を挙げたのは苦し紛れだったが、それでも秋津としてはわずかに選択がなくはなかった。大三郎はやはりお手の者に属し、27歳で本陣先手組の足軽小頭を務めている。酒飲みで酔うと暴れだし、平勢でも傍若無人の行いが多い。戦場での戦いぶりも目覚ましく、僧帽も抜きんでていながら、27という年まで独り身でいるのは、そういう性質が娘の親たちをためらわすからであろう。彼自身もまた公然と女は嫌いだと言い切って、たとえ親たちの勧める縁談があっても耳も貸さずに押し通してきた。あの方なら、秋津は夢中のようにそう思った。大三郎ならきっとまだ婚約の人などはないに違いない。苦し紛れではあったが、それだけの思案はつけていたのである。
三河からお便りがありまして。二人に顔が合うとよくそう言われた。近いうちに鬼田が行くそうですから、あなたからもお文をお上げにならなければね。ぜひそうなさいまし、私も沢倉様へは鬼田の旅に差し上げますの。だってそれが留守の者の務めですから。ええ、ね、そういたしますわ。秋津はうつむきながら答える。でもどうぞこのことは内緒になすってね。知れたら本当に困るのですから、きっとお約束しましてよ。そしてそういうたびに決まってブルブルと恐ろしいほど身が震えるのだった。長篠城の合戦が味方の大勝に終わって、その知らせが浜松へ着いたのは天正三年5月24日のことであった。留守次郎は喜びのためにどよみ上がり、城下町の隅々まで活気のあるにぎわいに沸き立った。そのさなかのことである。町まで買い物に出た秋津がお堀を回って外ぐるわの長屋へ帰ろうとすると、円章蔵の下のところで見慣れない老婦人に呼び止められた。あなたは太田助七郎殿にいらっしゃる秋津さんという方ではございませんか。はい。秋津は老婦人を見た。私秋津でございますが。そうだと思いました。夫人は微笑しながらうなずいた。あなたに少しお話がありましてね。家まで来ていただきたいのだけれど、今お使いのお帰りですか。はい、これから帰りませんければ。ではこういたしましょう。お帰りになったらお家へはよいようにおっしゃって、ちょっとの間でよろしいから家まで来てください。内内でお話申したいことがありますから。あなた様は。と秋津は買い物の包みを抱きしめた。どなた様でいらっしゃいますか。吉村大三郎の母です。老婦人は静かに見返しながら言った。ではお待ちしていますよ。そして返事は待たずに去っていった。そうだ、吉村様のお母上だ。時々お見かけして覚えのあるはずなのに、そう思って後ろ姿を見送った秋津はやがて愕然と青くなった。待っていますよ。そう言った老婦人の声がまるで何か突き刺されでもしたように鋭くまざまざと耳の奥によみがえってきたのだ。秋津は心も空に長屋へ帰った。太田の家にはまだ幼い次女が三人いる。みんな秋津によく懐いて、家にいると三人ともそばから離れない。今も帰ってきた秋津を見ると、彼らはわーっと叫びながらまつわりついてきた。けれど彼女は放心したもののように、後で後でねと言いながらその手をすり抜け、妻女に買い物を渡すと、そのまま自分の部屋へ閉じこもった。自分の部屋といっても足軽長屋のこと、わずかに手足を伸ばして寝られるだけの、ろくろく日の光もささず、薄暗くて狭い、そして何の道具もない荒涼たる一間である。小窓の下に据えた古い机は亡くなった母の遺愛の品ということで、その机によるといつも母のことを思う。悲しいこと、嬉しいこと、何かあると決まってその机にもたれて、お母様と口の中で呼びかけるのが癖だった。今秋津はその机に寄った。しかしお母様とは呼びかけられなかった。呼びかけても母はそれに答えてはくれないだろう。自分のまいたトガが自分に返ってきたのだから。ああ、ああと締め付けられるように吐息をつき、身もだえをしたい気持ちで表を覆った。いくら考えてもダメだ。
考えるだけでは解決はつかない。そこへ突き当たるまでには随分苦しんだ。けれど突き当たってしまうと気持ちは落ち着きだした。お勝ち戦と決まれば、大三郎様もご外人であろう。いずれは知れることなのだ。今のうちにすべてを打ち明けて謝罪する方がよい。お母上ならこの気持ちも分かってくださるだろう。そう決心した秋津は、家へはさりげなく言い繕って、吉村の住まいへと出かけていった。ああ、来てくだすったのね。吉村の母は愛想よく迎えてくれた。さあ、狭いところですが上がってください。遠慮なものは誰もいません。私一人ですから。第四章、吉村の母の依女は、手ずから茶を入れ、入り麦を菓子に添えてもてなしてくれた。同じような狭い足軽長屋だったけれど、柱も敷居も窓がまちも、皆つやつやと別光色に吹き込んであり、きちんと置かれた道具類も、高価な品ではないが、大切にされてきた年月の証のように、どんな高価なものも及ばぬ深い重々しい光をたたえている。それは見ているだけでも、しんと心の落ち着く感じだった。なんといううらやましいおたしなみだろう。秋津は忘れていた自分の家へでも帰ったような、ほとんど懐かしいと言いたい気持ちでそう思った。誰から聞いたかということは申さぬことにしましょう。やがて吉村の母はそう言い出した。けれど聞いたままにしておけないことなので、失礼ですが来ていただきました。あなたご自身のお考えを伺ってから、太田殿へは改めて話すことにしたいと思いましてね。秋津さん、あの話は本当なのですか？いよいよその時が来た。秋津は震えてくる体を引き締め、心を落ち着けながら吉村の母を見上げた。正直に言わなければならない。はっきりと何もかもあった通りに言うのだ。そして許しを請うのだ。そう自分を戒めながら、静かに両手を膝の上に置いた。まことに申し訳もございません。なんとお詫び申し上げてよいやら、私こうしておりますのもお恥ずかしゅうございます。はあ、そんなにおっしゃるな。吉村の母はどう思ってかにわかに遮った。もうようございます。それでわかりました。あなたのそのご様子でよくわかります。こんなことが年頃のあなたにお答えできるものではない。それでたくさんですよ、秋津さん。でも私お話申さなくてはならないと存じます。そして許すとおっしゃっていただかなくては。許すですって？依女はひたとこちらを見つめながら微笑んだ。許すどころですか、私はあなたに礼が言いたいくらいです。あのように世間では評判の悪い子でも、私にとっては身を痛めたたった一人の子です。親の欲目かもしれませんが、あれも決して心からあんな性質ではありません。私に仕えてくれるだけでも思いやりの深い細かいところによく気のつく子です。ただ負け嫌いなために、そういうところを人に知られるのが嫌で、わざと荒々しく振る舞ったり粗暴を真似たりするのではないか。私はそう察しています。そしてそういう無理な癖を直すには、早く良い嫁をめとることだと考えていました。吉村の母はそこまで言うと、何か考えがこみ上げてきたかのように口を閉じ、しばらく自分の膝のあたりを見守っていた。それからどうして今そんな話をされるのか、
まだ訳が分からずにいる秋津の顔を訴えるような目で見上げながら続けた。私は随分人にも頼み、自分でも足を運んで嫁になってくれる方を探してみました。でも世間の親御さん方には大三郎がどんなにか据え遂げぬものに見えたのでしょう。とうとう今日まで思わしい縁がありませんでした。私はもう諦めかけていたのですよ。もうこれで行く先を見取ってくれる嫁はあるまい、そう思っていました。そこへあなたの話を聞きましたの。秋津さん、私は正直に申すと信じられませんでした。大三郎が自分でどなたかに言い交わす、そんなことのできる子ではない、嘘に決まっていると思いました。でもと頼女は何か言おうとする秋津を抑えて言葉をついた。でも未練があったのですね。私はそっとあなたのご様子を拝見しに行きました。お住まいの近くに立ったり、それとなく人に伺ったり、今考えると恥ずかしいようなことをいたしました。そしてこれは嘘ではないと思いましたの。こういう娘さんなら大三郎が言い交わしても不思議はない。いいえ、よくそうしておくれだったとさえ思いましたの。お待ちくださいまし。秋津はたまりかねてそう言った。それはお考え違いでございます。それではなおさら大三郎様に申し訳のないことになりますわ。私すっかり申し上げなければ。これ以上何を伺えばよろしいな。私は嬉しいのですよ。今日ほど嬉しく楽しいことはありませんでした。秋津さん、本当に私は嬉しいのですよ。吉村の母はそう言いながら手を挙げてそっと目頭を押さえた。秋津は立然と息を呑んだ。頼女の喜びはあまりに大きい。その喜びがどんなものであるか、女同士の秋津には手に取るほどよくわかる。言えない。これほどの喜びを打ち壊すことはできない。少なくとも自分にはできない、そう思うのだった。一言の嘘がここまで秋津を引きずってきた。坂道を転げる石のように、それはもうどうしようもない力で彼女を引きずってゆく。秋津はめまいのするような気持ちで猛然と成り行きを見守るほかはなかった。第五章。それから慌ただしい日が続いた。吉村から人を介して太田の家へ話があり、折よく長篠から外陣した兵と一緒に助七郎が帰って、秋津にはほとんど相談もなく縁談が決められた。そして大三郎はなお家康本陣にあり、次の合戦に残ることになっていたので、帰るまで頼女の看取りをするということに決まり、わずかな身の回りのものを持っただけで秋津は吉村の家へと移っていった。まさしく形は移っていったというだけである。秋津自身にも嫁ぐという気持ちは少しもなかった。大三郎の帰るまで頼女の世話をする、それがせめてもの罪のあがないだと思った。けれども吉村の母は本当にめとったつもりと見え、家事のことも応対もすべてが嫁の扱いだった。狭い家のことだから覚えていただくほどのこともないのだけれど、そう言って道具類のあり場所、置き所、手入れの仕方などから近隣との付き合いのことまで手を取るように教えてくれた。その時頼女はふと笑いながら、そうそう、あれを見ていただきましょうね。そう言って何度から菅の一文字傘を取り出してきた。大三郎が自分で作ったのですよ。
吉村の母はそれを秋津の手に渡した。あれは畑いじりが好きで粗細物を二反も作っていますが、畑仕事をするときやお役のまぐさかりなどにはこれをかぶります。頭に乗せるものだから少々な心がこもっていなければ、口癖のようにそう言いましてね、一枚ずつ自分で毎年作りますの。こんなものでも手作りのせいですか、おかしいほど大切にしていますからね。あなたもこれだけは丁寧にしてやってください。まあさようでございますか。大層お上手にお作りなさいますこと。秋津はその傘を打ち返し眺めながら、言いようもなく温かなゆかしい気持ちを感じさせられた。何の気もない一概の菅傘ではあるが、程よく枯らした菅の清らかな色といい、一文字にきっちりと編み上げた繕わぬ形といい、いかにも素朴で清々しく、頭に乗せるものだからといったその人の心がよく現れているように思えた。その時から秋津には新しい感情が目覚め出した。大三郎その人の姿は垣間見たこともない。人の噂をいろいろ耳にして、それを頼りに人柄を想像していたのであるけれども、頼女の話を聞き、その菅傘を見てからは、大三郎という人がまるで違ったふうに考えられた。大酒を飲むとか粗暴だとか傍若無人だと言われる彼と、自分でコツコツと菅傘を編み、それを大切にする彼とは、どうしても印象が一つにならない。どっちが正しいかといえば、おそらく両方とも正しいというほかはないだろうが、海の母親の言葉だけに、自分の傘を編む姿に彼の本心が現れていると思えた。それが本当の大三郎様なのだ。秋津はそっと心の中でつぶやいた。お母上もあの子は思いやりの深い細かいところへよく気がつく性質だとおっしゃった。それを人に知られるのが嫌で、わざわざ粗暴を真似ているのだ。そうもおっしゃった。それが本当なのだ。心底はきっとお心の優しい方に違いない。秋津はそう思うのと一緒に、自分の心が強く大三郎の方へ引きつけられるのを感じた。それは胸に火でも灯ったような全く新しい感情だった。はじめのうちはお帰りなさるまでお母上に仕えよう、お帰りになったらすべてを申し上げて許すというお言葉をいただいてこの家を出よう、固くそう思い決めていた。それが日数の経つうちに少しずつ変わってゆき、可否でもよいからこの家にいられたら、そう考えるようになり、やがてはもしかして吉村の嫁になれたらなどと思う自分に気づき、うろたえながら一人で赤くなることさえあった。長篠の合戦に勝った徳川家康はこの機会に武田氏の勢力を駆逐すべく、軍を巡らして二俣城を攻め、光明寺城を抜き、7月には諏訪の原城を落とし入れ、さらに高天神へと矛を向けた。元亀3年12月、三方ヶ原の一戦に敗れて以来、隠忍に隠忍を重ねてきた勢力が、今こそ良言の火と燃え上がったのだ。諏訪ヶ原が落ちたのは8月23日で、その知らせが浜松へ着くと間もなく、戦場から戻った二田が、兵たちの恩信を留守城の家族にもたらした。吉村へも大三郎から手紙が届いた。頼女は嬉しさを包みきれぬ様子で、封のまましばらくは打ち返し眺めていた。そしていよいよ封を切ると、あなたもそこにいらっしゃい、と言い、
空き巣をそばに座らせて文を読み始めた。おそらく戦場のありさまでも書いてあるのだろう。与理女は幾度も、まあ、まあ、と声を上げながら黙読していったが、終わりの方になってふと、くすくす、含み笑いを漏らした。あの子らしいこと。与理女はそう言って、読み終わった文の末の方を空き巣に示した。ここのところを読んでごらんなさい。相変わらず強がりを言っていますから。第六章。秋津とやら申す娘のこと、先頃のお文にて拝見、私には覚えござなく。いきなりそういう文字が目に入って、秋津は心臓が止まるかと思うほど息苦しく、くらくらとめまいさえ感じたが、懸命に自分を支えつつ読み続けた。覚えござなく、何者がさように申しくるめ候やと、不審に存じ候。去りながら母上のお手助けにもなり、気立てもよしとの仰せなれば、よくよくご注意の上、おそばに置かれ候いても、司祭これあるまじく。私帰国の上、とくと吟味つかまつるべく候。もっとも右は、そのものには固くご内密に。秋津はそこまで読むのが精一杯だった。あとの文字はもう見えなくなり、膝の手に体を支えているのがやっとの思いだった。決まりの悪いのをわざと強がっているのがよく出ているでしょう。与理女は手紙を巻きながらそう言った。素直に知っていると言えないのですね。そのくせそばに置けと書いたり、知らないということはあなたに内緒だなどと虫のよいことを言って、これで本心がよくわかるではないの。私には喜んでいるあれの顔が見えるようですよ。その時秋津はどんなに自分と戦ったことだろう。大三郎の文ははっきりと彼女の罪を指摘している。もう耐えられない、みんな申し上げてしまおう。そう思って口まで言葉が出た。さあと心を決めて見上げさえしたが、与理女の信じきっている気持ちと、秋津を嫁と呼ぶことのいかにも嬉しげな日頃を考え、それは無残だという気がして、舌がこわばり、喉まで突き上げてくる言葉がどうしても口に出せなかった。言ってしまいたい。そうすればこの苦しみから逃れられる。でもそうしたらお母上はどうなさるだろう。あんなに喜んでいらっしゃるお母上はどう遊ばすか。言ってはならない。やっぱり大三郎様のお帰りまでこうしてお使い申すのが本当だ。それがただ一つの申し訳なのだ。そう心を決め、辛くも自分を抑えることができた秋津は、それまでとは際立って働き始めた。畑へ少し物を作ってみたいのですけれど、いけませんでしょうか。あれは自分の畑を人に触られるのが嫌いで、私にも手をつけさせないのですよ。今度出陣する時にも、植えてあった苗や人参を皆抜いて、ご近所へ配って行きました。帰るまで誰も手をつけないように、くどいほどそう申しましてね。でもそれではお畑は荒れてしまいましょう。どんなに荒れても自分が帰って手をつければすぐ元通りになる。あれはそのように申しますの。土というものは耕す者の心を映す。自分は物を作るというより、その土に映る自分の心を見るのが目的だ。よくそんなことを申しますよ。秋津は聞いていて頭が下がった。また一つ大三郎の新しい面を知らされた。そういうつつましい気持ち、土からさえ教えられようとする
謙虚な心構え、これが本当のあの方だ。世評は上辺だけしか見ていない。ここにあの方の本当のお姿があるのだ。秋津は感動しながらそう思った。その心にあやかりたいと存じますけれど、と秋津は表を上げて言った。でもやはりいけませんでしょうか。そうですね、あなたなら別だから。頼女はふと目で笑った。そう、あなたは別なのだから思い切ってやってごらんなさるか。私一生懸命にいたしますわ。物を作るなどと思わずに。そして自分の心を土に移してみたい。もしそれがあの方のお心にかなうようだったら、幾分でもお詫びの足しになるかもしれないから。こうして秋津は二段の畑へ桑を入れたのである。巨神でなければいけない、うまく作ろうとかお気に入ろうなどと考えてはいけない。心を込めて自分の心の神聖を打ち込んでやらなければ、三度の食事ごしらえもすすぎ物も縫い針も決して吉村の母の手は借りなかったし、いいからと言われるのを押して舞を頼女の肩腰を揉んだ。そのほか決まり日にはお縄小屋へも仕事に出る。そういうせわしい時のひまひまに畑に立つのだが、黒々とすき返した土を見ると身が引き締まった。大三郎様の心のこもっている土だ。それがひしと胸へ来て、どんなに疲れている時でも体がシャンとなる。そして現れたようなすがすがしい気持ちで静かに桑を取るのだった。大蔵日におやけなすったこと。ある日頼女はつくづく秋津を見てそう言った。いいことがあります、ちょっとお待ちなさい。第七章。小走りに奥へ行った頼女はすぐにあの菅笠を持って戻った。秋の日は肌を痛めると言います。今日から畑へはこれをかぶっていらっしゃい。いいえ。秋津はさっと色を変えた。いいえ、それはいけません。私それだけは。どうしてです？あの子の畑を作るのですもの。あの子の傘をかぶってもよいでしょう。でもそれだけは。いいえ、お傘はおつむりへ乗るものですから、お許しもなしにいただくわけにはまいりません。それに私、日に当たることは慣れておりますもの。お傘はかえって邪魔でございますわ。そしてまるで逃げるように家を出てしまった。畑の土を踏むのでさえ心のどこかが痛む。大切にしている手作りの傘がどうして借りられよう。それにあの傘は大三郎様が幾度かおかぶりなすっている。そう思うとその人に触れるような恥ずかしさも加わって、秋津はぎゅっと身のすくむ感じさえした。今度強いられたら何と答えよう。そう案じていたが、吉村の母はそれきり傘のことには触れなかった。そして9月も中旬に近いある日のもう暮れ方のことであった。決まり日でお縄小屋へ出ていた秋津が仕事を終わって帰ってくると、家の中からふっと香の煙が匂ってくる。ご先祖の火ででもあるのかしら。そう思いながら、ただいま戻りましたと言って繰り上口へ回った。するとそこに頼女が待っていて、ご苦労様、お疲れでしょうと少し震える声で言った。それは寒気を感じている人のような声だった。お話がありますから、そのまますぐ来てください。用事は後になすって。はい。
秋津はぎょっとした。はい、ただいますぐに参ります。あのことが知れたのだ。秋津はそう直覚した。ご様子が常ではない、きっとそうだ、それに違いないと思うと頭がカッとして、しばらくはものがはっきりと見えなくなった。もっとこちらへお寄りなさい。入ってゆくと頼女はそう言って自分の膝の前を指し示した。秋津さん、大三郎が帰ってきましたよ。いきなりだったので秋津はこくりと喉を鳴らした。頼女は静かに目を上げて仏壇を見合った。そこには灯明が瞬き、香の煙が揺れている。頼女の目を追ってその仏壇を見上げたとき、秋津は我知らず、ああと叫んだ。そうです。頼女はその叫びに応えるようにうなずいた。大三郎はお仏壇へ帰ってきたのです。昼過ぎに知らせがありました。諏訪の原の合戦で討ち死にをしたのだそうです。母上様。秋津はむせぶように叫んだ。母上様。お泣きではないでしょうね。頼女はつと手を伸ばして秋津の肩を押さえた。大三郎は侍の道を全うしたのです。さぞ奔放なことでしょう。あなたが大三郎の妻なら泣くはずはありませんね。さあ行って子をあげてください。あれもさぞ待っていたことでしょうから。秋津はよろめく足を踏みしめながら立った。涙を押し拭い、絵文を買い繕って気を沈めるようにややしばらく瞑目してから、そっと仏壇に歩み寄った。吉村大三郎と俗名だけ書いた真新しい位牌が灯明の光の中にじっとこちらを向いている。秋津は震える手で香を上げ、静かに合掌しながらその位牌を見守った。お帰り遊ばしませ。秋津はその人に向かっている気持ちで口の内にそうつぶやいた。そして大三郎がすでにこの世の人でなく魂になって帰ったからには、告白するまでもなく自分の過ちは見通しているはずだ。そしてその過ちを犯した自分の気持ちもおそらく許してもらえるだろうと思った。そう信じてもよろしいでしょうか。私きっとあなたの妻として恥ずかしくないものになります。母上様にもできる限りお尽くし申します。ですからどうぞそう信じさせてくださいまし。どうぞ秋津を吉村家の嫁と呼ばせてくださいまし。お願いでございます。許してやろう。そういう声が聞こえるかと思うほど秋津には固い信念が湧いてきた。これで謝りはないと思った。もうこれからは頼女を欺くことにはならない。魂となった大三郎様が見ていてくださるのだから、自分は今から本当にこの家の嫁になったのだ。心を込めて合掌を記念した後、仏壇の前を離れた秋津はそのまま静かに南戸の方へ去ったが、間もなくあの菅笠を持って戻ってきた。そして今は心から母と呼べる気持ちで頼女の前に座った。今そんな傘などを出して。頼女はいぶかしそうに目を見合った。あなたどうなさるおつもりなの、秋津さん。おねだり申しましたの。秋津は傘の表をそっとなでながら言った。私に
いただかしてくださいまして、旦那様はやろうとおっしゃいました。まあ秋津さん、これから畑へ参るときは私これをかぶらせていただきます。そうしたらいつもおそばにいるようでございましょうから。お泣きではないと言い、自分でも泣かなかった頼女は、その時溢れてくる涙を抑えることができなかった。我が子の死には泣かなかったけれど、秋津の愛しさには耐えかねたのだった。きっとそうだと存じます。秋津はなお、独り言のようにこう言った。この傘はお手作りで、旦那様のお心がこもっているのですもの。そうではございませんでしょうか、母上様。頼女はうなずいた。両手で目を覆いながらうなずいた。秋津はいつまでも懐かしげに傘を飼いなでていた。山本周五郎作、小説日本不動記全集より、菅笠、全文読み切り。第一章、松坂城下で服部小野助、森井初右衛門をやったそうだ。大道官兵衛殿が尾鷲まで追って行ったが、帰って右の肩骨を打ち割られて戸板に乗って帰ったというぞ。新宮城下では金吾一次郎が負けているな。いや、新宮ではまだ村田大学もやられている。木内兵衛は仮病を使って出なかったらしい。それから勝浦、太田、高池と回ってきて、須佐美の軍隊役所では梶田源十郎と立ち会っている。無論梶田の負けで腕の骨を折られたそうだ。見舞い金を10両出している。紀伊の国田辺城は大納言家の筆頭家老、安藤立脇、吉門、35,000石の居城であった。吉門は有名な立脇名を継ぐの孫である。紀伊家の家老ではあるが、35,000石の城持ちではあり、江戸城中においては譜代諸侯と同格の待遇を受けていた。慶安4年の春3月、その田辺城下の侍屋敷にある泉三郎兵衛の家で、4、5人の若侍たちが口から泡を飛ばしながら、さっきからいかにも悔しそうに何か語り合っていた。するとその時、庭の桃畑の中から一人の美しい乙女が、今切ったばかりの紐もの枝を手に、そっとこっちへ近づいてきた。この家の主人三郎兵衛の妹で、名はおしほ、年は18、田辺領を切っての妻女の誉れの高い娘である。養殖が群を抜いて美しいだけでなく、ことの名手であり、歌を読み詩を作る。そうしてこれは兄の三郎兵衛だけしか知らないことだが、木立と薙刀にも男勝りの腕を持っていた。当時紀州の大使頼信は、後に劉祖と言われた名君で、武を愛すること熱かったから、女性の中にも烈女優婦と伝えられるものが少なくなかった。朝倉滝女、松田殺女、赤尾梅之助妻、工藤公女などは有名なものであるが、おしほはそういう烈女優婦の方とははるかに違っていた。要望も文武の才も飛び抜けていたのに、その虚素はあくまで控えめで、ともすると頬を染め、目を伏せる風情などには人の心を溶かす色を持っていた。若侍たちが何やら憤激して話すのをしばらく聞いていたおしほは、やがてそっと気づかれぬように自分の居間へと入った。その夜のことである。夕食の後で兄の居間へ茶を運んでいったおしほは、いつも何か話をしたい時の癖で、
茶器を置いたままそこへ座って大きな美しい瞳でじっと兄を見守った。三郎兵衛はその様子に気づいたので小机の方から振り返った。なんだお志保、どうかしたか。今日お庭から伺っていたのですが、とお志保は静かに言った。松坂や新宮やすさみでご家中の方々が試合でおまけ遊ばしたという話はどういういきさつなのでございますか。ああ、あれを聞いていたのか。三郎兵衛はちょっと眉を寄せたが、お前に話してもしようのないことだが、50日ほど前から変な男が御領内へ入ってきたのだ。草刈馬之助という、おそらく変名だろうと思うが、まだ若い美丈夫だそうだ。その男が正月中頃に松坂城下へ現れ、紀州は天下に武名の高い国と聞く、御領内で千番の試合をして武道修行をしたいからと願い出たのだそうだ。領内で千番試合をしたいという。無論断る筋はないので許した。ところがその若者ひどく強い。松坂城下で利き腕と呼ばれた者を三人、まるで勝負にならず打ち負かして新宮へ来た。そこで二人、勝浦太田で14人、高池からすさみで8人、その中には民谷流の達人梶田源十郎もいた。こうして名ある者だけでも24人を破り、なお他にも30番に余る勝ち勝負を取っている。それが数日前から、と三郎兵衛は続けた。この田辺城下へ入ってきたのだ。町へはまだ現れないが、御簾のあたりに考察を立てたのを見たものがある。それでこの城下から西へやってはならぬとみんなが相談にやってきたわけなのだ。さようでございますか。よくわかりました。お志保は聞き終わると兄の目をじっと見上げていたが、それで兄上様はいつ御簾へおいで遊ばしますの。俺が、バカを言ってはいけない。三郎兵衛は笑った。そんなどこの馬の骨とも知れぬやつにこの三郎兵衛が試合を挑めると思うか。俺はお上のためにこそ命も捨てよう。そんな素性も知れぬあぶれ者と立ち会う気は少しもないよ。本当にそうでございました。お志保はそっと微笑して言った。兄上様がおいでにならずとも、きっとそんなものはすぐ御領内から逃げていくことでございましょう。それを伺ってやっと安心いたしました。第二章。田辺の城下から会津川に沿って遡ること約三里にして御簾の里に出る。泉三郎兵衛は夜間の頃に家を出て、未明には御簾の里へと入っていた。早くも高知へ出てくる農夫に聞くと、ああその人なら、とすぐに手を挙げて教えてくれた。あの鎮守の森を越しておいでなされば、左の坂道に印の竿が立ててございます。あのご修行者はいつも夜の明けぬうちに野陣を張っておいでなさります。三郎兵衛は教えられた通りに行った。鎮守八幡社の森を越すと間もなく、左手の道端に一本の竿が立っていた。長さ1丈余り、先頭に白い砂金入れが結びつけてあって、その下に次のような字を書きつけた板札の下げてあるのが目に留まった。千番勝負、一つ当紀州御領分内においてお役筋お許しのもとに千番の試合をつかまつるべく候こと、一つ勝負は一騎打ち一番限り、道具はその陣の得手次第たること、試合の後に怨恨あるべからず候こと、中国浪人草刈馬之助、必勢
墨色ともに見事なものである。三郎兵衛はそれをつくづくと見てから道を左へ曲がろうとした。するとすぐ傍らの木陰から花木風の若者がぬっと立ってきて、失礼ながらと声をかけた。失礼ながら試合をお望みの方でございますか。さよう、お相手を願いに参った。ではご案内をつかまつります。そう言って丁寧に会釈をしてから若者は道の脇を踏んで先へ歩き出した。浪人者の下僕にしては作法の正しい仕方で、三郎兵衛にはその主人の心玉が見えるように思えた。つま先登りの坂をしばらく行くと、右手に草の芽の燃え始めた広場があり、さっきのと同じような印の竿が立っていた。阿内の若者は、ここでお待ちください、と言って広場の向こうへ小走りにかけていった。三郎兵衛はその竿の根元に傘を置いた。そして静かにたすきをかけ、汗止めを巻き、袴の桃たちを取り上げながら足場を測るために辺りを見回した。広場の左手は道で、その先は杉やクヌギの茂った斜面になっている。下は会津川の深い谷だ。右手に高尾山、振り返れば牧山の峰が迫って見える。すると三郎兵衛の目にまたしても例の印の竿の立っているのが見えた。今彼のそばにある竿と対角線上にある広場の隅に同じ長さの竿が立っているのである。竿頭に白い砂金入れが結びつけてあるのもみんな同じだ。はて、どうしてこんな方々へ竿を立てておくのか。三郎兵衛がふと不審に思った時、広場の彼方から三人の男が近寄ってきた。左右の二人は花木風の若者、真ん中の一人が草刈馬之助という当の相手に違いない。見たところ27、8と思える色の浅黒い噂通りの美丈夫で、濃い一文字眉と線の強い口元がひどく印象的である。お尋ねに預かった草刈馬之助です。彼は陰銀に会釈していった。試合をお望みというのは貴殿でございますか。いかにもお手合わせを願いに参った。三郎兵衛は相手を睨みながら言った。拙者は田辺城の者で、泉三郎兵衛と申す。立ち合いに道具は望み次第とあるが事実でしょうな。したためました通り、それは貴殿のご自由です。では真剣でお相手を願いたい。真剣で。相手はじっと三郎兵衛の目を見返していたが、静かにうなずいて答えた。承知しました。しかしお断り申しますが、拙者は勃権を持ってお相手をいたします。いや、それはいけない。拙者が真剣なら貴殿も真剣を取るのが当然だ。お待ちください。たとえ相手がどのような道具を選ぼうと、こちらは勃権でお相手をすることに決めております。立って真剣を取れとおっしゃるなら、立ち合いはごめんを被ります。語気にこもっている自負の強さが三郎兵衛の胸にムラムラと敵意をかきたてた。松坂以来30番に余る勝負をして、まだ一本の負けも取らず、しかもなお堂々と千番試合を名乗って領内を押し歩くこの男を、このまま和歌山の城下へ入れるのは紀州家の面目に関することだ。どうしてもここで打ち止めなくてはならんと覚悟してきた。切ってしまおう。それが三郎兵衛の初めからの決意だった。では致し方がない。三郎兵衛はそう言いながら後ろへ下がった。やはり拙者は真剣でお相手をする。どうぞご自由に。拙者はこれで、と彼は
めての勃権を取りなぼした。第三章。三郎兵衛は全身の血が凍るかと思った。紀伊頼信が武を愛する人だったことは前にも記した。それで当時は有名な兵法家が随分その家中に集まっていた。ことに憲法では民谷上苑、西尾新左衛門、また柳生家から入った木村助九郎、根頃独身祭、有馬武前、その他第一流の達人が靴輪を並べていた。三郎兵衛は根頃独身祭について天心独明流を学び、また柳生流をも修行して、家中若手の中では屈指の名を取っていた。しかし今完全に草刈馬之助と相対した時、彼は血の凍るような驚きに打たれたのである。素晴らしくできる、これまで数多く立ち会ったどんな相手よりもできる、三尺に余りそうな勃権を八層に構え、ほとんど直立したその体躯は自在の変化と圧倒的な力感を持って迫ってくる。俺とは段違いだ、三郎兵衛はそう直感した。同時にかつて死の独身祭が、自分より下手の者との勝負は難しいが、自分より上手の者とは戦えるものだと言ったことを思い出した。よし、相打ちだ、三郎兵衛は捨て身の決心をした。広い草場にはようやく朝の光がみなぎり出した。狭間に低迷していたもやは静かに揺れ始め、小鳥の声が生き生きと林に湧いた。三郎兵衛は高青岩の剣をすり上げた。相手は八層の構えを微動もさせない。突然三郎兵衛の口から絶叫が飛び、そっかに若草を踏みにじった。彼の体は伸びるだけ伸び、体剣は目に見えぬ速さで相手の末甲へ光の筋を飛ばした。それと一緒に馬之助の八層に構えた勃権は、面上へ伸びてくる三郎兵衛の白刃を斜めに切って、つの字を逆に描くと見えた。両者の動作には輪毛の知足も見えなかったが、その結果は恐ろしい開きを持っていた。馬之助はわずかに二歩飛び去っただけであるのに、三郎兵衛は胴を取られ、悶絶の声を上げながら草上に身を横たえてしまった。馬之助は二歩飛び去った途端に倒れた三郎兵衛とは反対の方へ、その顔を振り向けて大声に叫んだ。そこにおられるのは御詰めの方か、ただしは泉殿のお返さめか。よく通る声だった。二人の下僕はその声に驚いて、初めて主人の見ている方へ目をやった。広場の下にある灌木林の中から一人の若い娘が静かに出てきた。たすきをかけ、汗止めをし、裾を取り上げた海外しい身支度で薙刀を持っていた。それはおしほであった。三人の男には目もくれず、おしほは静かに進んで出ると、倒れている兄のそばへ寄ってそっと抱き起こした。肋骨が一本折れている様子だったが、三郎兵衛ははっきりした意識で妹を見上げた。お前来たのか。一足違いでございました。おしほは血の気のない唇を震わせながら言った。兄上様はここへはおいでにならぬものと存じましたので、ほっと忍んで出てきたのですけれど、遅れてしまいました。見る通りだ、これは未熟だった。兄上様。おしほはむせぶように言ったが、静かに兄を草の上へ下ろし、薙刀を取って立った。そして馬之助が思いまどった様子でこちらへ近寄って来ようとするその面前へ立ちふさがるようにしながら、泉三郎兵衛の妹、おしほ、と激しい声で名乗りかけた。未熟ながらお相手をいたします。いざご用意。言うとともに
薙刀の鞘を払った。するとその時、三郎兵衛が配布を絞るような声で、星を、いけなり、待てと呼びかけた。この試合は喧嘩ではない。敗れても恨みは残さぬ約束だ。負けても兄に無念はない。控えろ、お志保。兄上様、お志保は兄上様の無念を晴らそうとは思いません。お家の名門のために。無駄だ、お前ごときの相手ではない。私、技では立ち会いません。お志保。三郎兵衛は苦痛をこらえて叫んだ。兄の申すことを聞かぬか。この上そちまでが未熟の腕立てして世間の物笑いになりたいのか。許せんぞ。兄上様。お志保は薙刀を捨てた。そうして崩れるように兄のそばへ膝をついた。馬之助はこの様子を静かに見ていたが、八五郎、登録と下僕を呼んでいった。行って戸板を用意してまいれ。泉殿をお送り申すのだ。急いでしろ。第四章。三郎兵衛は枕から頭を上げ、大きく目を見開きながら入ってきた伊藤金之助の顔をじっと見守った。お志保は食台の位置を直してから兄の右側にそっと座った。金之助は体験を右に置きながら、千番試合に行ったのだそうですね。どうして我々に一言知らせてくれなかったのです。むやみに騒ぐな。三郎兵衛は眉を寄せた。来てもらったのは頼みたいことがあるからだ。まあ落ち着け。落ち着いていますよ。昨日はあなたから捨てておけと言ったくせに一人で抜け駆けをするとはひどい人だ。それで勝負の様子はどうだったのです。お怪我をしたそうだが、相手はどうしました。俺の言うことを聞くんだ、金之助。三郎兵衛は再び遮っていった。捨てておけと言ったのは相手が貴公らの敵でないと思ったからだ。いや、何も言うな。その証拠には俺が一刀も合わさず負けてきた。バカな、そんなことがあるはずはない。よいから聞け。相手は第一流の兵法家だ。年は若いが名ある人物に相違ない。それに浪人者だというから、俺はぜひともお上へ推挙したいのだ。何ですって、そんな素性も知れぬ当たり者。武士の素性は腕にある。あれほどの人物を紀州から外へ出すのはもったいない。それで俺はお家へ随身を進めたのだ。ミスから戸板で運ばれる途中、三郎兵衛は熱心に喜池への随身を進めた。望み通りの食録で推挙するから、ぜひ仕官するようにと、深手の痛みにうめきながら繰り返し進めたのである。しかし草刈馬之助はどうしても承知しなかった。いささか身に体毛がございますから、伊豆方に限らず衆取りはいたしません。きっぱり答えるだけで、どう口説いてもうんと言わず、この屋敷まで三郎兵衛を届けると丁寧に挨拶をして去っていった。それでどうしようというのですか。俺は諦めない。三郎兵衛は続けた。どうにでもして紀州にとどめたいのだ。それにはここに一つだけ手段がある。つまりお志保だ。お志保殿を。妹を嫁にやるのだ。金之助はあっと言った。あれほどの男を妹婿に持つことができれば、泉の家にとっても妨害だし、またこれだけの熱意が分かれば草刈殿も心が動くだろうと思う。しかしお志保殿はそれでよいのですか。お志保殿は承知したのですか。承知させた。そうだな、お志保。はい。お志保は燭台の光から背きながら消えるような声でかすかに答えた。
それで貴公に頼む。三郎兵衛は続けて言った。お志保を連れて行って草刈殿に渡してくれ。乱暴なことは分かっている。いかにも不作法だ。しかし乱暴も不作法も時に押し切らなければならぬ場合があるものだ。行って草刈殿に俺の気持ちを話してくれ。それでも嫌だと言ったら、お志保、お前一人でどこまででもついて行け。どこまでもついて行くんだ。と声を励ましていった。たとえどのような扱いを受けても離れるな。あの男の他にお前の夫はないのだ。わかったな。よし。では、金之助、頼んだぞ。承知しました。しかし。金之助は疑わしげに目を上げた。しかし、どうしてそんなにまでするのですか？いくら腕ができるからといって、見ず知らずの他国者に、いきなりお志保殿を目合わせるなどとは、どうしても拙者には納得がいきませんが。お前には、わからないかもしれない。三郎兵衛は、静かに枕の上で、天井を見上げながら言った。人間は10年付き合っていても、見ず知らず同様で終わることが多いものだ。また、それと逆に、相見た刹那に生涯の知己を見つけることもある。法友の値打ちは、付き合いの長短で決められるものではないよ。お志保は兄の言葉をまるで夢見心地で聞いていた。彼女にも兄の気持ちはどうしてもぴったりと来なかった。金之助の言う通り、草刈馬之助がどれほど達人であろうと、彼女にとってはまるで縁もゆかりもない存在である。いや、むしろ反対に兄に深手を負わせた恨みのある人間ではないか。仮に武士同士の約束としてその恨みは問わぬとしても、自分の夫に選ぶことなど想像もできなかった。よくわかりました。金之助がやがて心を決めたように言った。それほどのご執心なら、いかにもお志保殿を送り届けてまいりましょう。そう決まったら早い方がよい。これから支度をしてすぐに出かけてくれ。足元から追い立てるような調子だった。金之助はお志保にちらっと目くばせをすると、もう逆らわずに座を立った。第五章。着替えを一枚、忘れずに持って行け。これは選別だと渡された金包みを着替えの中にしっかりと包んで、お志保は金之助と共に家を出た。お志保殿。外へ出るとすぐ金之助が覗き込むようにしながら言った。あなたは本当に承知したのですか？どこのあぶれ者とも知れぬ男を本当に夫に持つ気になったのですか？まさかそうではないでしょう。泉殿の重傷を気遣って当座の安心をさせるためにそう答えたのでしょう。私にはわかりませんの。お志保は力なく答えた。兄は私にとって二親も同様な人です。私のために悪いことを選んでくださるはずはないと思いますの。ただあの方は兄を。それだ、それなんだ。あいつは千番勝負などといって御領内を荒らし回っている。そして泉殿にあんな重傷を与えた、申せば我々の仇なんだ。そんな奴にあなたを渡せますか？金之助は声を弾ませて言った。そんな奴にあなたを渡せますか？泉殿は頭がどうかしたに違いない。拙者は許せません。そんなことは断じて許せません。もしも今何かしなければならぬとしたら、それは奴を討ち取ることです。伊藤金之助は泉兄弟といとこの間柄であった。お志保とは四つ違いの22歳で、常には口数の少ない、極めて温順な性質だった。三郎兵衛が今宵の役を頼んだのも、
その温順な人柄を見込んだのであろう。お志保もまたこのいとことなら、夜道を二人だけで安心していけると思った。けれど今、金之助が声を弾ませて解き立てる言葉の調子を聞いているうちに、お志保の心はふと足踏みを始めたのである。この調子は普通ではない。純潔な乙女だけが感じる敏感な気持ちで、お志保はにわかに相手を見直そうとした。それでは、これから店へは行きませんの？無論のことです。あなたはここから拙者の家へ行っていてください。拙者は浅香を訪ねます。泉殿が負けを取るようでは、とても尋常のことでは打てないでしょう。こうなればただ必殺の策を立てるだけです。どう遊ばすお考えですの？浅香や院長と相談の上ですが、めぼしいものを七八名揃え、鉄砲を伏せてかかりましょう。いかに腕ができても飛び道具は防げません。必ず打ち取ってご覧に入れます。いけません、いけません、金之助様。お志保は驚いて言った。それは卑怯です。兄はあの通り傷つきましたが、勝負は作法正しいものでした。そんな卑怯な企みで、よしあの人を打てたとしても、木の武道を汚すばかりではございませんか。さっき泉殿も言われたでしょう。時には不作法も乱暴も押し切らなければならぬ場合があるって。あなたは黙っていらっしゃい。拙者がすべて片付けてきます。いいですか。金之助はお志保の言葉など聞こうともせずに、あなたはすぐ拙者の家へ行っていてください。そして母に事情を話して、次第によったら二三日帰らぬと伝えてください。お願いします。そう言い残して足早に夜の辻を分かれていった。お志保の胸は激しく波を打った。鉄砲などを使って卑怯な騙し討ちを仕掛けようとする金之助の態度の底にあるものを直感したからである。彼はお志保を愛していた。そうだ、そう気づいてみれば、これまでにもいろいろのことがあった。いろいろのことが。彼は三郎兵衛がお志保を嫁にやると聞いたために、そのために草刈馬之助を打つ気になったのだ。どんな手段を用いても打とうとするのだ。いけない、そうさせてはいけない。お志保の心は強く反発した。あの方は憎いけれど、武道に背いたことはなさらなかった。私のためにあの方を騙し討ちにさせてはいけない。突然闇の空を電光が走った。そして遠雷の音が山にこだまして聞こえた。お志保はとっさに心を決めた。もう迷うことはなかった。彼女は家へ取って返すと、下僕に胸を含めて馬屋から兄の乗り換えを引き出させ、身支度を直して鞭を上げながら御簾へと漆喰していった。風は蒸しついてきた。空気は甘いような匂いを持ち、低く垂れた雲を縫って電光が中央にその美しい尾を引いた。山の深い渓谷の方で、大きな岩尾でも崩れるような地響きに似た遠雷の音が聞こえていた。それが次第に近くなる。そしてまた電光が雲を縫う。お志保は広い道の続く間、ただ馬の勘に頼って漆喰した。しかしその道はすぐ尽きて、会津川に沿った土手の細い登り道になった。闇はいよいよ濃く、左右から林が迫ってくるので、それから先は濁を乗るより仕方がなかった。どうぞあの方が御簾にいますように。お志保は祈るようにつぶやいた。そして少しでも道の見通しの効くところへ出ると、鞭を振るってかけた。雷が近づいてきた。第六章。バリバリと乾いた板を引き裂くような凄まじい雷鳴と、息吹を上げて降る豪雨の中から、ずぶ濡れになって感触もなくしたお志保がその農家の土間へ入ってくるのを見ると、草刈馬之助はあっと驚きの声を上げた。あなたは
泉殿のどうしたのです？お知らせがあってまいりました。お志保は髪から垂れる雫を払いながら、家中の人々があなたを騙し討ちにしようとしています。どうか一刻も早くここをお立ち退きくださいまし。そんな姿ではいけない。馬之助はお志保の言葉を遮って、今この家の者を呼ばせますから、まず濡れたものを着替えてください。話はそれから伺います。登録、馬でいらしたようだ。お前行ってつないでこい。こう言って下僕の一人を出してやると、農家の主婦を呼び、お志保に着替えをさせてくれと命じた。あの人は少しも驚かなかった。お志保は感動した。騙し討ちの企みがあると聞いても、馬之助は目の色も変えず、何よりもお志保の濡れた体を気遣ってくれた。彼の濃い一文字眉と線の強い口元には、どんな状態にも常に備えているものの不動の威力がはっきりと感じられたのである。兄上様は正しかった。お志保は髪を拭いながら、兄の言葉がようやく理解できるように思った。着替えが済んで炉端へ案内されると、そこには火が焚いてあり、馬之助が一人で釜から茶を汲んで待っていた。そしてお志保を火のそばへ座らせ、浅黒い顔に微笑を浮かべながら、この雷雨によく来てくれました。お兄上の様子はどうです？医者はどう言いましたか？少し長くかかるかもしれませんが、大丈夫、元の体になると申されました。兄は自分で初めからそう信じておりましたので、ずっと元気でございます。それより先ほど申し上げました通り、今家中の者があなた様を。ああ、その話でしたね。伺いましょう。馬之助は静かな目を上げてお志保を見た。お志保は手短に金之助が仲間を集め、鉄砲を伏せて討ち取ろうとしていることを語り、できるだけ早く立ち退くようにと勧めた。馬之助は黙って聞いていたが、やがていぶかしげに、お話はよくわかりましたとうなずいて言った。しかし紀州のお家柄にも似合わず、どうしてそんなことまでして拙者を討とうとするのですか？当の泉殿はよくわかっていてくださるはずだが。はい、それには司祭がございますの。どういうわけです？構わないから言ってください。それはあの、お志保ははっと頬を染めた。原因は自分を馬之助に目合わすということにある。それを話さなくては司祭を了解してもらえないだろう。しかし娘の口から打ちつけに行こうと言えることではなかった。どうしました？言えないことなのですか？はい、あの、それは。舌は動かなかった。目を上げようとしたが、自分でもおかしいほど恥ずかしくて、どうにも相手を見ることができなかった。馬之助はしばらくその様子を見守っていたが、結構です。司祭はともかく、お知らせくだすったご親切は忘れません。この雨が上がったらここを立つことにしましょう。どうぞそう遊ばして。しかしあなたは良いのですか？ここへ来たことがもしその人たちに知れたとしたら。私。お志保ははたと当惑した。お前の夫はあの男の他にない。どんな扱いを受けようとも、そばを離れずついて行け。どこまでも一緒について行け。そういった兄の言葉が思い出された。もう躊躇している場合ではない。お志保は覚悟の決まった目を上げた。私、あなた様とご一緒に参ります。拙者と共に？兄からそう申しつかってまいりました。どこまでもお付き申してまいれと。お志保殿。馬之助は目を見張った。するとその時、裏手から登録がはせいってきて、
申し上げます。何やら大勢の騎馬武者が坂をこちらへ登ってまいる様子ですと叫んだ。馬之助は即座に立った。あなたの来たのも知ったのですね。すぐに立ちましょう。一緒に来ますか。はい、抜け道のご案内をいたします。お志保はじっと男を見上げてうなずいた。第七章。御簾から山越えに岩田へ出た。朝とともに空はからりと晴れた。十五六騎の追っ手をはるかに引き離して富田川の岸を幾間へ下ろうとした。すると意外にも行く先にバラバラッと鉄砲足軽が現れ、大納言家のお借りだ、ここの通行はならぬと大声に叫びながら道を塞いだ。後へ戻れ、うろうろしているとイノシシもろともいたおされるぞ。四人は引き返した。頼信がこんなところへ狩りに来ていようとは意外である。しかし追っ手に後ろを詰められている今、その狩り場の中へ踏み込もうとは。馬之助の眉が曇った。彼は不吉な予感に襲われた様子で、お志保殿と引き返しながら言った。この人数では目につく。あなたは女だから狩り場を抜けることもできるでしょう。ここから別れて。私嫌でございます。私たとえどのようなことがございましても。押し問答をしている場合ではない。拙者に頼みがあるのです。この品を持ってと馬之助は背負った旅能を手早く解き、お志保に渡しながら言った。あなたはこの品を持って先にすさみへ行ってください。拙者の命にも代えがたき大切な品です。どうかこれを持って早く。しかし遅かった。下僕の叫ぶ声に振り返ると、岩田の方から騎馬で十五六騎まっしぐらにこっちへ疾駆してくるものがある。それだけではない。道の左右、丘も林も畑地もなく、鉄砲や槍や弓を持った足軽の群れがこの四人を中に取り込めてひしひしと押してきていた。事情はもはや明らかである。勝ってくる騎馬のうち半数は追ってのものだ。彼らは仮の人数に会い、その女性を求めて一時にここを取り巻いてきたに違いない。もう逃れる術はなかった。やごろう、登録、見苦しい真似をするな。馬之助がそう叫ぶうちに騎馬の人々はどっと殺到してきた。動くな、動くと鉄砲を打ちかけるぞ。先頭に勝ってきた武者がそう叫んだ。仮装束も目立っているし、塗り傘には葵の紋が散らしてある。大納言頼信卿だ。そう気づいたので馬之助は手早く傘を取り道の上に下座した。二人の従者もお志保もその後ろへ平伏した。まさにそれは大納言頼信であった。彼は金襦袢に守られながら四人の前まで馬を進めてきたが、草刈り馬之助とやら、その道具は何だと静かに声をかけた。下僕の持っているその竿、またもう一人の担いでいる包みの中の道具は何だ。あ、恐れながら。馬之助は平伏したまま答えた。恐れながらおそば衆まで申し上げます。これは御領内において千番試合をいたしますおり、宝札を掲げますための。黙れ黙れ、頼信は盲人ではないぞ。誰か言ってあの包みを解け、中を改めてみろ。金襦袢が二名即座に馬を降りてくると、登録の傍らにある細長い包みを開いた。するとその中からいくつもの金尺や定規や水縄や燭台に似た妙な器具が出てきた。どうだ馬之助、これでも隠し通す気か。
恐れ入りまする。作法は再建梵天だけ。分度十字。そこにあるのは根発寺であろう。オランダ医師カスパルの伝えた菊測量の道具。その方は紀伊領内の測量をしに参ったであろうが。馬之助は権躯に詰まった。襟筋にはふつふつと油汗が浮いている。頼信はにっと微笑しながら続けた。幕府の命で天の神正房が全国の地図を作っている。紀州は遠慮すると申したが、いつかは来ると思っていた。阿波の家臣か。名は何と申す。恐れ入りまする。仰せのごとく北条阿波の神の浪人にて成瀬格之進と申しまする。阿波の浪人とは心得ぬぞ。浪人に相違ござりませぬ。馬之助や成瀬格之進は表を上げ、頼信の目を見つめながら言った。前年秋から江戸幕府では北条阿波の神正房に命じて全国の地図の作成をさせた。正房はその道に詳しかったのですぐに実査を始めたが、御三家は格別として除外することになっていた。しかしそれでは完全な仕事にはならない。成瀬格之進は主人の心を察し、自ら糸間を凍て浪人となり、下僕二人と共に死後として紀州へ入ってきたのである。この度の事業は一国一般の問題ではございません。日本全国百年の計を立つるための根本でございます。国を起こすもこれを守るも地理を詳しくせずして何ができましょう。戦場の駆け引きにも第一に測るべきは地理でございます。しかるに御三家様をご遠慮申すとなっては事業も不完全。ひいては戸様諸藩にも悪霊を及ぼすと存じます。恐れながらご領地は元天下よりお預かりのもの。天下万民のためには先んじてこの事業をお助けくださるが当然かと心得ます。申すことは分かった。よく分かったぞ。頼信は馬の平首を叩きながら、しかしそちは当領内へ千番勝負をすると言って偽って入り込んだ。その偽りの責めは果たさなくてはならんぞ。その気はいかようとも御意のままに。千番勝負を続けろ。頼信はちょっと意地の悪い笑い方をしながら言った。勝負をするのだ。ただし一年に十本と限る。一年に十本ずつ試合をしろ。十年で百本。千番終わるまでは当地を去ることならん。おかみ、それは。その間、測量は許す。地図を作ることも、それを阿波へ送ることも許す。だが、千番勝負は続けるのだ。浪人では暮らしに困るであろう。終わるまで縁を取らす。わかったか。格之進には頼信が何を言おうとしているかよくわかった。そしてそれは武士と生まれた身にとって無常のものだということが理解できた。金之助、これへ参れ。頼信が振り返って呼んだ。そして糸を金之助が走ってくると決めつけるよぼに、この者をそちに預ける。三郎兵衛の家へ連れてまいれ。もはや試合の恨みなど含んではならぬと申しつけたぞ。はっ、格之進、また会おうぞ。そう言うとともに頼信はちらとお志保を見てその馬を返した。お志保は歓喜に震えていた。絶望の刹那はそのまま希望の光と変わった。
金之助に預けると言ったのは争いを止める心である。千番勝負の終わるまで紀州を出るなと命じたのはそのまま家臣に抱えたも同じことだ。成瀬様、お母さん。頼信を見送ってからようやく四人が立ち上がったとき、お志保はそっと近寄って傘を渡しながら言った。兄が聞いたらさぞ本望に存じましょう。喜ぶ顔が見えるようでございます。しかし千番はつらいですよ。格之進は笑いながら言った。孫の代までかかるかもしれませんからね。今にして思えば百番にしておくところでした。お志保は思わず吹き出した。下僕たちも笑い、格之進も笑った。南紀の空は晴れ上がって、遠山の桜が絵のように美しかった。山本周五郎作千本試合、全文読み切り。書室短海、昭和16年3月号より。第一章。面妖な坊主だぜ。妙竹林だ。確かにやってやがる。何がでございますか。わからねえかい。甲州猿橋から大月へ向かう愛の宿、東の方からやってきた旅支度の二人の若者がある。一人はすっかたぎの25、6になる色のこじろいおとなしそうな男。その連れが妙な取り合わせで、足さばき、目の配り、どう見ても土星人だ。あれ、あの坊主よ。と土星人の方が5、6軒先を行く卓圧層を顎でしゃくった。と言っても定吉さんは堅気者だからわかるねえが、あの坊主めさっきから博打を打ってやがる。へえ、博打を。猿橋の茶店で休んでいた時、あの坊主が前を通っただろう。あん時からどうも妙だなと思っていたんだ。見ねえ、今度あそこの豆腐屋へ立つぜ。と言っている間に、例の卓圧層は町並みにある豆腐屋の店先へ尺状を止めた。あれ見ねえ、当たったろ。ですが達次郎さん、どうして豆腐屋の前へ立つのが分かったのでございますか。持ちは持ちやさ。お、半目と出たな。達次郎は卓圧層が汽車を受けて歩き出すのを見ると、何を思ったか小走りに追いかけていった。おいおい坊さん、と声をかけた。卓圧層は立ち止まって、網代笠の縁へ手をかけながら振り返った。拙僧かな。かにも拙僧さんだ。何ぞご用か。さっきからずっと拝見しているが、だいぶ半目が出るようだね。何をおっしゃる。隠してもいけねえ。こっちは商売人なんだ。どうだい、今度はおいらが蝶と行こう。網代笠の中で卓圧層はぎくりとした。しかしすぐ微笑に紛らせて、どうも拙僧にはお手前の言うことがよくわからん。藩とやら蝶とやら、それは俗に円元堂とか申す類の不調かの。ふざけなさんね。達次郎はせせら笑って、猿橋からこっち、おめえさんが卓圧による家はみんな取っかかりから半目に当たる家ばかり。お布施の出ねえ時は丁目の家の前で頭を下げていた。どこだい、違ったかい坊さん。煩悩証言水府県。なんだと。怒ってはいかん。拙僧、自分をたしなめたじゃ。
仏に使おる身が高須中に何でさような振る舞いをしましょうぞ。皆お手前が自分の目で見る証言なのじゃ。鳥は鳥用に見る。皆これ煩悩でござるよ。おっと待ちねえ。あ、ご縁もあらばまた。待ちねえったら、おい、ボンさん。袖を振り切った卓圧僧は、呆れている達次郎を後に、尺状を鳴らせながら立ち去った。追いついてきた定吉が、見ると達次郎を腕組みをしてじっと卓圧僧の後ろ姿を見送っている。どうしました達次郎さん。達次郎はうなった。あの坊主はただもんじゃねえぞ。おいらの止めるのを振り切っていった後ろ格好、一分の隙もねえ構えだ。あの恥の傘の下にはきっと戒名のあるガン首が乗っているぜ。さようでございますかね。定吉は今日もなさそうに。それはまあともかく、もう日が傾き始めましたから、少し急ごうじゃございませんか。計らえてるってことよ。ここまで来りゃ大月まで明日またに。相手のカンパチは矢村から逃げも隠れもしやしねえ。あ、おいらにずんと任せておきねえ。はい、それは分かっております。これからの達次郎は声を潜ませて、お月へかかれば向こうの縄張り打ちだ。うかつにつまらねえことを口走っちゃならねえぜ。はい、ここまでも吉田の宣言参り。よいな、大丈夫でございます。さあ行こう。だがあの坊詰め、どうも納得のいかねえ野郎だ。小首をかしげながら歩き出した。第2章。無人に坊さ、白仏権生尊官邸恩坊さ、運が有志者ば正解運か。吉田道を大股にやってきた例の卓圧僧は、声低に監禁しながら、矢村へかかる手前の辻を左の方へ折れていった。矢村神殿に一念寺という寺がある。宗州藤沢遊行寺を総本山とする寺宗の末寺で、檀家も少ないし参詣人もなく、ひどい貧乏寺で、つい先頃までは大月の西念寺の十字が掛け持ちにしていた無住同様のやれ寺であったが、半年ほど前本山から回されて一人の僧が住持として住むようになった。これが例の卓圧僧である。ところでこの住持、法名を次念というそうだが、不思議なことに住んで半年、まだ誰もその顔を見た者がない。寺にいても外へ出るにも、決して頭の網代傘を取ったことがないのだ。寝るときにはまさか傘のままでもあるまいが、貧乏寺のことで飯炊き一人いないから、それもわからぬ。妙なお住持さんだね。まったくさ、ことによると鼻かけででもありゃしないか、それとも入れ墨者か、などと飛んだ噂の出ることさえある。しかし当の次念は黙念として行い済ましていた。二衆上説法、方便仕力合事運が、仏合無人に謀さ。尺状をつきながら、黄昏の道を寺へ戻ってきた次念和尚。那須所の裏手へ回って、井戸水を汲み、わらじを解いて、前足。善男子、脈風国道衆生多い、仏心得道者関税恩坊さときた。即身仏心にいい説法多い、白紙仏心か。いつかお経が口拍子になってきた。
猿橋で会った野郎は嫌な野郎だ。特道者即言白紙仏心だ。いい説法王院正門心特道者即言正門心特ら。あの、お嬢様。いきなり背後から声をかけられて、次年はびっくりしながら振り返った。丸顔のぽっちゃりとした愛くるしい娘が、風呂敷包みを持って微笑しながら立っている。おお、これは大きい殿。お時がもうない自分と存じましたので、また少しばかり持って参じました。それはそれは、いつもご親切にかたじけのうござるな。どうか那須署の方へ。今すぐ参りまするじゃ。はい。と娘はいそいそ那須署へ入っていった。寺の東にあたる百姓萌右衛門というのが仏所で次年が来るとから梅味噌の汽車についていた。はじめは固く辞退したが、和尚様にあげるのではなく仏様への志だからといって萌右衛門は絶えず娘のおきいに持たせては汽車を続ける。そこで今は断りもならず受けているのであった。いやあ、すみませんの。次年が入ってゆくと娘は海外しく米びつを出して持ってきた米を入れ別の包みの麦を棚へ上げなどしているところだった。それからここへおさいを少し。おお、これは見事な。私の手作りでおいしくはございません。ほんのお口汚しに。何から何までお心添えかたじけない。お志ありがたく頂戴いたしまするじゃ。お恥ずかしゅうござります。娘は風呂敷をあたいて畳むでもなく折るでもなく手でもみながらしばらくもじもじしていたが、次年が奥へ去ろうとするのを見ると思い切ったように、あの、お嬢様。しどろに声が震える。網代笠を着たまま次年は不審そうに娘を見下ろした。おきいは懸命に、あの、一年次のお修士はあの奥様をおもらいなすってもよいのだそうでございますのね。さよう、次週では別に妻帯を禁じてはいませぬが、それがどうかいたしましたか。いえ、あの。娘は一時にカーッと血が頭へせき上がるのを感じ、思わず両のたもとで表を覆うと会釈も忘れて走るように外へ去っていった。次年は呆然とその後ろ姿を見送っていたが、やがてどかりとそこへ腰を落とし、いけねえ、とうめくようにつぶやいた。ちっと前から様子がおかしいと思っていたら、やっぱりあの娘はおいらに。はあ。次年は卒然と立ち上がった。そして駆けるように本堂へやってくると、灯明をあげることも忘れ、数珠の音も荒々しく、声高に図経を始めた。しかし、たちまち絶句して、手にした数珠を取り落とす。ダメだと、悲痛に言って、突っ伏した。第三章。仏様。次年は仏前に身を震わせて、どうか足を叩き直してください。昼は昼で宅発をしながら、つい我を忘れて知らぬ間に一人博打。またただいまは、あの娘の一言を聞いて、ヤクザな気持ちが暴れ出しました。あっしゃ娘の言葉を聞いた途端に、自分もいつかあの娘を。いえ、どうか、足の性根を叩き直して。と胸を絞るように叫ぶと、その時、寺の西にある竹やぶのあたりで、ヒッという悲鳴が聞こえた。懺悔で夢中だった次年の耳にも、鋭い悲鳴はビンと響いた。はてな、と首をもたげるところへ、
紛れもない女の声で、誰か来て助けてという叫び、それがまさしく今帰っていったおきいの声と気がつく途端に、次男は本堂を飛び出す。下駄を突っかける間もなく、裸足で尺状を右手に外へ、誰だわめきながら駆けつける。竹やぶの前に男が三人、二人がかりで娘を抱きすくめようとしている。次男はカッとして尺状を取り直しながら、何をするのだバカ者め、と駆け寄る鼻先へ、待ちねえ待ちねえ、とそばに控えていた頭分らしい一人がぬっと次男の前へ立ちふさがった。見るとこれが大変なやつだった。体は六尺に余り、筋骨たくましく、羅漢がからしをなめたような醜い赤っ面で、横瓶のはげ上がった目の鋭い、ああ気の弱いものなら見たばかりで引きつけを起こしそうな男だ。これは矢村に住んでいる博打打ちの貸元で、ミスやカンパチというやつ。古文の五六十人はあろうというくらいの勢いを持っていながら、都政人仲間からも嫌われている有名なあぶれ者だった。待ちねえ、和尚さん。カンパチは仁王立ちになって、出家の身で尺状などを抱え込み、おめさん一体どうしようというのだ。それより、その娘を何と察しゃる。この娘かい？こいつはの、男一人の寺から、夕闇紛れにこっそり出てきやがったから、今じっと痛めているところなんだ。バカなこと。何がバカなことだ。たとえ相手は坊主でも、一人住まいの暗がりへ、お百姓衆の娘っ子が忍んでくるなんて、いけっぷてえやり方だ。よその土地なら知らねえこと、このカンパチ様のお縄張り打ちで、そんなみだらな真似は見逃せねえんだ。それは、お前の思い違いじゃ。この娘さんは、東の萌右衛門殿の家のもので、寺へ時のものを汽車に来てくだすったのじゃ。そんな孫とそうかと聞くカンパチ様じゃんね。黙ってすっかんでいねえと、おめえも一緒にしょっぴいていくぞい。無法なこと。無法は初めっから承知の上だ。歯を食いそらしてわめき立てた。自分の装備がビリリと震えた。思わず右手の尺状をぐいっと握り直したが、ぐっと歯がみをしながら懸命に耐える。はち切れそうな怒りを抑え抑え。そう一概に言われては節操も当惑をするが、では、どうであろう、カンパチ殿。節操の方でお顔の立つようにつかまつるが、それでご勘弁は願えまいか。顔を立てるというのか？多分には参らぬが、本山よりの指導金がわずかばかりござる。それで今日のところはお見逃しに預かりたいが。そんなら白物を見せねえ。金と聞いてカンパチ、下なめずりばした。次男は寺へ取って返したが、すぐに紙包みを持って戻ってきた。カンパチは遠慮なく受け取ってバリバリと包みを開けてみる。山吹色の小判で30両、意外な大金。おい、ボンさん。カンパチはにわかに癒やしく笑った。一年寺は貧乏寺だと聞いていたが、寺の内省と娘の懐内は開けてみなければわからねえ。大層まあ裕福だね。それでご勘弁くださるかの。ならぬ堪忍駿河の帝釈。できねえところだが、せっかくだ。ここは一つ目をつぶってあげやしょう。やい、野郎ども。もうその浜には用はねえ。話してやれ。へっ。さあ、行きやがれ。突っ放されてよろめく大きい。次男は思わずそれを助け止めて、
傘の内から暖かく、もう大丈夫、安心さっしゃれ、といたわるようにささやいた。それじゃあ、和尚さん、あたしっぽりをやんなせ。またお邪魔に上がりやすぜ。ああ、カンパチ様は、おじしな人だ。大口開けて笑いながら、カンパチは子分を連れて立ち去った。第四章。和尚様。三人の足音が遠のくと、おきいは崩れるように次年の胸へ顔を伏せた。おきい殿、どうしましょう。娘はおろおろと、あの人に見込まれたからは、この後ともどんな難題を持ちかけられるか知れませぬ。今だから申し上げますけれど、あのカンパチは以前からたびたび私に嫌なことを言い寄っておりました。そうだったか。それで今日も後をつけてきたのだな。なんという、あんな男のことゆえどんなことを世間へ触れ歩くか知れませぬ。私は構いませぬが、和尚様がどんなにご迷惑をなさいましょう。それを思うと私、おきい殿、いじらしさに胸をつかれて我にもなく娘の肩を引き寄せたが、はっと気づいて押し放し、名目しながら口の内で低く、煩悩正言水風拳と三遍唱え、やがて静かに言った。ご心配なさるな。根のない噂は広まるより消えるが早いと申す。決して気にやまぬがよい。さあ、時刻もだいぶ遅れたゆえ、家で案じていよう。お帰りなさい。はい、それでは。残り惜しげな娘の目をわざと見ぬふりに、次年は寺へと大股に戻っていった。その夜は明けるまで本堂から念秘観音力と称する声が絶えなかった。そして明くる日も、次年は托鉢に出ずに、終日仏前に監禁を務めて暮らした。本来仏性でない者が発心しての精進苦行、煩悩人界に生きてきた身には、風声右京にも心が揺らぐであろうに。ましてや、火に油を注ぐような生涯が次々と出てきては、まだ固まらぬ同心のともすれば崩れかかるのは是非もなきことであろう。しかし次年は懸命に妄念を払って徳達しようと、本尊仏の前を去らず、丸二日の間職を立って図経に専念した。その間に幾度かおきいの問う声も聞いた。目のくらむような飢えも感じた。合掌した手や短座したすねのしびれに、全身の骨まで通る苦痛も味わった。何くそ、これくらいのことで負けてどうする。昔の高僧知識は50日も断食苦行をしたというではないか。これからだぞ、これからだぞ、と自分と自分にムチ打ちながら勤行を続けていた。二日目の夜のこと、本堂の前にあたって不意に次年を呼ぶ娘のけたたましい声が聞こえた。ちょうど今水を飲みに立とうとした耳へ鋭く響く。お嬢様、大変です、どうか来て、と叫ぶ声。ぎょっとした次年、またカンパチが来たかと思ってふらふらする足を踏みしめながら出てみると、庭先に娘が、どこかの人が血だらけになってここに倒れています。どうか来て見てあげてくださいまし、早く。せき立てるように叫んだ。自分が降りて行ってみると、娘の足元に若者が一人倒れている。かがんで、くいと
肩を押すと低くうめきながら若者は半身をあげた。娘の差し出す提灯でべったり血にまみれた顔。あれ、どうなすった？お助けください。若者はしゃがれた声で絶え絶えに、後から追ってくるものがございます。どうか私をおかくまいくださいまし。おきい殿、手を。次年はそう言って娘の手を借りると、若者を助け起こして栗の内へ担ぎ込んだ。行灯へ火を入れて手早く若者の着物を脱がしてみたが、着物がところどころ引き裂けているにもかかわらず、体には別に傷はない。おきいの汲んできた水で血を洗う。頭に2箇所、それも血の割には浅手だった。これなら何大したことはない。おきい殿、すまぬがそこの氷から薬箱を出して、それにさらしがあるはずだから出してくだされ。このくらいの傷なら拙僧の手当てでも十分じゃ。あ、後から誰か気はいたしますまいか。若者は全身を震わせながらささやいた。次年は傘の内で微笑しながら、安心さっしゃれ、拙僧がいれば誰が来ようともはや大丈夫じゃ。ありがとう存じます、ありがとう存じます。さあ、少ししみるが動かぬようにの。娘の手助けで手際よく傷の手当てをし、さらし木綿でキリキリ頭を巻き終わると、次年は自ら床を述べて若者を寝かした。これでよいから、とにかく落ち着いて一眠りさっしゃれ。兄、大丈夫、決して案ずることはない。わけは明日聞こう。ではゆっくり休むがよい。和尚様、私は。誰か来でもすると面倒じゃ。おきい殿は早く帰らっしゃれ。どうしてまたこの夜分に寺へなど来られた？休みなしのお勤めゆえ、おかゆなどをこしらえて死んぜるがよいと父が申しましたゆえ。それはかたじけないが、今業中は職を立つつもりなればさような心配をしてくださるな。では早くお帰りなさい。はい、それでは。と娘は会釈して帰った。第五章。何、相手はミスやカンパチ。はい。そのあくる朝だ。傷の痛みが引いたというので、かゆをすすらせた後、どうしたわけでと聞くと、若者の口をついて出た名が、またしてもそれだった。訳を聞こう。どうかお聞きくださいまし。若者は起き直って、私は江戸八丁堀の炭問屋、小倉屋五郎兵衛の甥で定吉と申します。私に一人の兄がございました。幼い頃から勝負事が好きで、十八九の年にはとうとうヤクザ仲間に入ってしまいました。うん。そんなわけで長いこと音信不通でおりましたが、半月ばかり前のことでございます、兄とは同じ都政の辰次郎というのが参りまして、兄が殺されたと知らせてくれました。辰次郎の話を手短に記せば、定吉の兄吉之助と辰次郎は一年ばかり旅を回って甲州へ入り、矢村のミスやカンパチが大賭場を張っていると聞いて、ある夜ふらりと客になった。ところがその夜ひどく当たって、一時ばかりのうちに120〜130両も買ったのである。その帰り道、良い機嫌で笹子川の流れを聞きながら二人がやってくると、不意に暗闇から14〜15人の人数が飛び出して、とまらした、畳んでしまえと襲いかかった。辰次郎はとっさに身をかわして笹子川の崖を転げ落ちたが、吉之助は
長ドスを抜いて向かったため、ナマスのように切り殺されて、勝った金はもちろん、胴巻きまでそっくりさらわれてしまった。いくらヤクザ同士とはいえ、話を聞けばあんまり卑怯なやり方です。博打打ちでも兄は兄。現在手にかけた相手を知ってみれば、弟としてたとえ人たちでも恨んでやるのが兄への功徳と。辰次郎さんも勧めますし、私も覚悟を決め、お棚へは内緒で抜けてきました。辰次郎という人も一緒にか。はい、実は昨夜も申し上げようかと存じましたが、3日前に猿橋の宿外れで、和尚様にお会い申しました。というと、宅発においでなすった途中で、あなたに話しかけたもののあるのをお忘れでございますか。おお、それではあれが、その辰次郎でございました。次年はその奇遇に驚くよりも、話の先が知りたかった。定吉は口をついで、あれから大月に宿を取って2日ばかり三須屋の様子を伺い、夕べ何やら祝い事があるとか、酒盛りをして早く寝ると聞きましたので、辰次郎と一緒に思い切って踏み込んだのですが、私という足手まといがいたためか、残念ながら子分たちに取り巻かれて、辰次郎は惨殺され、私は命からがら逃げ出しました。仇育ちの育児なさ、仇を前にしながら人たち恨むこともできず、逃げ出した自分が今では悔しくてなりません。お察しくださいませ。聞いている次年の拳が、膝の上でブルブルと震え出した。我慢しても我慢しても突き上げてくる怒りだ。畜生、歯の下道め。食いしばった歯の間から思わず漏れるうめき。途端に、はっと気がついた次年は、驚く定吉には目もくれず、いきなり立って本堂へ走り込んだ。いけねえ、いけねえ。胸をつかんで仏前に座る。ここでくじけちゃ何にもならねえ。ええ、頑張れ。と夢中で地図を押しもみながら、声を張り上げて図形を始めた。すさまじい声だ。骨身を削る声だ。心の内に湧き上がる妄念をかき消そうとする必死の声だ。しかし、もはやそれは残念ながら長くは続かなかった。図形の声が止んだ。ああ、畜生。ダメだ。もうダメだ。おいらにはこれ以上の我慢はできねえ。破れるよぼに叫ぶと、手にした術がビッと切れ、五重四の水晶玉があられのよぼに飛び散った。次年は栗へ戻ってきた。定吉さんとか言ったね。はい。これから出かけるんだ。少し傷には無理だろうが、起きなせ。がらりと変わった僧の態度に、定吉はきょとんとして見上げるばかり。どういたしますので？どうする？おめえさんの兄貴と辰次郎さんの仇を討ちに行くのさ。それは、心配しなさんな。おいらが立派に討たせてやら。ミスやカンパチの5人や10人、パワーになってきても驚くこっちゃねえ。さあ、支度だ。次年はがっちりと立った。第6章。半時ばかり後だ。ミスやカンパチは子分を3人ほど連れて、ヤムラの地外れ、俗に地蔵畑という小さな地蔵堂の境内へ入ってきた。西側は崖で、その下には笹子川が泡をかんで流れている。ミスヤ殿、ようおいでじゃな。カンパチと子分たちがお堂の前へ来ると、
網代傘をかぶって尺状を右手に、ぬっと一年次の和尚が現れた。よっ、おめえは一年次の次年でござる。カンパチは驚いたらしい。それじゃあ呼び出しの状をよこしたのはおめえさんかい。さようさ、おきい殿の筆跡を借りる方が分かりが早いと存じてな。ちょいっと仏家の方便というやつを用いましたじゃ。お後が外れて誠にお気の毒。まあ許さっしゃれ。人を茶にしやがるな。カンパチはわめき立てた。偽手紙など使いあって何の用だ。こっちは忙しい体だ。用があるならさっさと言え。催促までもなく申し上げるがの。次年はにやりとして、今日はミスヤ殿を男と見込んでご無心があるのじゃ。無心だと。この坊詰め、この間の金でも惜しくなりやがったのか。いや、金ならこっちから心情じゃ。君の悪い声を出しやがる。金でねえ無心とは何だ、言ってみろ。だがの、ミスやカンパチは鬼と言われた通り者だ。下手な御託を使いやがっても、迂闊と甘くしに乗る相手じゃねえぞ。何だ無心ってのは。実はな、次年は落ち着き払って言う。誠に申しかねたが、お手前の首が頂戴したいのじゃ。なんだと。定吉さん、ここへ出ておいで。次年が振り返って呼んだ。お堂の陰から定吉がたすき鉢巻きに裾をからげ、右手に脇差しを抜いて現れた。頭の巻き木綿とどっちが白いという青ざめた顔。膝っこぶしはもうガタガタ震えている。お、うな、ゆんべの若造だな。騒ぎなさるな。この方の兄さんで吉之助という人が、この春、お手前の手にかかって殺されなすった。この仇が討ちたいと言わっしゃるのじゃ。どうか一つ、嫌であろうが聞いてやっていただきたいがの。どうだろう。カンパチはダダッと二三歩下がった。貴様何者だ、坊主。カンパチは避けるように、傘も脱げ。取りなし格好、ただの坊主じゃねえはずだ。傘を脱いで面見せろ。脱いでもよいかの。次年はさっと網代傘をはねた。謎の顔が現れた。半年の間、誰一人として見たことのない顔が。若い、まだ27、28であろう。色の浅黒い、鼻筋の通った、眉の濃い唇の締まった顔。しかも、反り上げた大額には、ありありと、三日月型の向こう傷。脱いだらどうする。次年の声がガラリと変わった。傘を取ったらどうするんだ、ミスやカンパチ。てめえが井戸の蛙でも、蘇生人なら殴れは聞いていよう。いかにもおいらはただの坊主じゃねえ。戒名も名乗ってやるから、耳をかっぽじってよく聞いてぼけ。江戸で相政、上州で国定、駿河で清水と極めのついた、次郎長お岩分の身内でも、大政小政の両兄は縄張り持ち。俺なんざ下っ端だが、向こう光の半太郎と、ちった街道筋に名を打った男だ。宝人山の大喧嘩で、額に受けた向こう傷、遠慮はいらずずっと這い寄って、とっくり拝み立てまつれ。やいやい、何をへどまどしやがるんだ。あだ名にとった向こう光がたたり、大親分の感動を受けて発信した半太郎。とんでもねえシャレっ気から頭を丸め、一年ばかり辛抱してきたが、ヤクザの川上にも置けねえてめえの行状を聞いちゃ、黙ってお経を読んでいることはできねえ。
土地のウジ虫、世間のゲジゲジ、どうでも首をもらわにゃならねえ。よいカンパチ、度胸を決めて地獄へ落ちろ。何を言いやがる。清水の身内とあれや相手に不足はねえ。若造もろとも引導を渡してやるから。さあ、来やがれ。その口を忘れるな。それ。ビュッと尺状をしごいた。野郎ども、抜かるな。わめいておいてカンパチ、抜き打ちにパッと切りつけた。半太郎はかわしもせずに尺状を返して、横殴りに払う。いらってカンパチが、野郎と突っかかる。その時、手下の者が抜き連れて、左右から詰め寄った。第7章。さだきっつぁん、逃げていねえよ。半太郎は、後ろへ叫んで。さあ来い。こう長ドスの光るの道は、嬉しくって答えられねえ。腹の底からゾクゾクとして来やがる。やっぱりヤクザいいもんだ。それ、ビュンと風を切る尺状。いや、息をついていた古文の一人が、のぼてんぼく抱かれて、血ヘドを吐きながらすっ飛ぶ。やりやがったな。とカンパチが捨て身の無法、ダーッと踏み込んでくる出花。体を開いて飲める奴を後ろざまに、首のねえ尺状の石突きを返して、ビュンと一本。うめいてつんのめる。踏み込んだ半太郎を、この下道ずらめと、ひばらへもう一撃。さだきちゃん、兄貴の仇だ。早くとどめを刺しねえ。さだきちゃん、とどめだ。震えながらさだきちが、隠れていたお堂の横から走って出る。半太郎は、尺状を取り直して、残った二人の古文の方を振り返った。やはり三下、何を震えてやがる。てめっちの親分は、おいらが仕留めた。悔しかったら切ってこい。こねこ。何を？へっぴり腰をしてざまねえぞ。親分が親分なら子分も子分。二人きりじゃ心細くてかかれめえ。早く帰って身内を集め、束になって押してこい。おら、逃げも隠れもしねえ。一年時で待っているから、死に装束でもしてやってこい。何と言われても、相手は口答え一つできなかった。半太郎は鼻で笑って。すんだかい、佐田さん。と振り返る。うん、よしよし。形だけでたくさんだ。それで、兄さんも浮かばれるだろう。すんだら、行こうぜ。気の上ずっている定吉も助けを起こし、待ってるぞと一言。デクのように突っ立っている古文のものを後に、半太郎は定吉を促して、悠々と街道の方へ立ち去った。ワクチー本族にも、各種ウトボカーがい、天秤観音歴、剣足九十神か。一年寺の本堂、仏前へ手氷を広げて、半太郎は今法へと着物の着替え中だ。吉田道で定吉に金を与え、江戸へ帰らせると、その足で戻ってきたばかり。ワークソウオオナンク、林業翼重臭、燃費観音力、当人だんだんねえとくるや。ええ、お釈迦さん。おめえさんとも随分付き合ってきたが、おいら、たった今から杯を消すぜ。お経の文句に嘘はねえと言うが、まるでダブラばかりじゃねえか。観音力を念ずれば、音族も慈悲を起こし、悪者の抜いた刀はだんだんに砕ける。おめえさんも商売だろうが、嘘の悪がちっとばかりひどすぎるぜ。腹へキリキリとさらしを巻く。世の中には悪い奴がいて、
お経の百万遍をあげたってへったらな面している。そんな野郎には、大蔵経をひっくり返してみせるより、脇差しに物を言わせる方が早じめえだ。惑衆金かあさ、収束非中海、燃費感動力、昨年特芸達、金、起き上がれ。半太郎は着物の裾をからげてきりりと上締め、たすきをかけ、坊主頭に鉢巻きをすると、悪行を続けながら足ごしらえをして、ふいっと出て行ったが、間もなく手頃の竹を一本切ってきた。臭草消毒薬、東浴外心者、燃費観音力、特会所と。階段に腰を下ろして竹の枝を払い、穂先を作って竹槍を仕立てた。軒口は富士、お山開きには早いが、清水港へは一本筋だ。大政の兄にお詫びを頼んで、のびのびとヤクザ本庁。へえ、縮小。もう沼津のうなぎとケンビシの匂いが鼻に来やがる。燃費観音力だ。心残りは大きい棒だが、どっちにしたって添い遂げられねえ因縁とすりゃ、結局こうなるのが互いの幸せよ。半太郎の目は一瞬うるみを帯びたが、思い切って頭を振ると、すっくり立ち上がって竹槍に素振りをくれた。おきいさん、おさらばだぜ。あっさりつぶやいたとき、どっと前庭の方へ、人の駆け込んでくる足音がした。来やがったな、と半太郎、にやり笑って、数珠を送っての念仏換金。これからは数珠なしの竹槍念仏。どれ、お勤めを始めようか。大股に出て行った。正面の明かり障子をパッと蹴放す。庭へ詰めかけていた頭数。ざっと20-30の群れが、わーっとどよめいて左右に散った。広場へ、仁王立ちになった半太郎。南を仰げばくっきりと澄み上がった空に、まるで手招きでもするごとく、富士の山が晴れて見える。あの向こうには清水港があるんだ。群がる敵を前に、半太郎の唇はにんまりと微笑を描いた。山本周五郎作竹槍念仏、全文読み切り、書室キング、昭和11年8月号より。